小沢グループ。小沢グループは民主党のグループ。かつて、小沢一郎を支持した複数のグループの故障である。小沢一郎の民主党離党により、民主党内のグループとしては事実上消滅したと見られている。2003年、平成15年の民吉合併によって解散した旧自由党出身の議員を指していた。当初は、党中党は、 避けようという観点からほとんど会合なども行われなかった。その後、2004年、平成16年6月に当時当選1から2回の議員を対象とした小沢主催の勉強会一審会が発足し、これ以降徐々に会合等を開くようになる。この一審会に加え、2005年、平成17年秋、第44回衆議院議員総選挙の惨敗により、 新たに発足した落選者や候補者を対象とした一審会クラブが発足した。2006年、平成18年に小沢が党代表に就任し候補者擁立に再配を振るったこともあり、2007年、平成19年の第21回参議院議員通常選挙、第45回衆議院議員総選挙でそれぞれ民主党が対場すと当選した。 新人議員の多くが加入し、党内最大派閥となった。第45回衆院総選挙後、一審会と一審会クラブの統合が検討されたが、党内外に警戒感を招くとの考えから、一審会クラブを議員組織に格上げして存続させることとなり、小沢グループが軽密存在することとなった。また、旧自由党グループに国民新党出身の議員も参加することとなった。 2010年、平成22年秋に一進会クラブはより結束力が高い政治団体北新会衣替えした。政策的には、旧自由党時代は右派的、新自由主義的なものが多かったが、小沢の政策の変化に加え新人議員の取り込みの過程で様々な立ち位置の議員が所属したことからそういった傾向は薄れていた。旧自由党出身で、 当初小沢グループと見られていた議員の中でも、渡辺秀夫、大江康弘のように、小沢と対立し離党した議員や藤井博久、平野達夫のように党内の反小沢の立場に転じた議員もいる。小沢同様、選挙に向けて自民党との対立軸を鮮明にする傾向があり、対案路線を掲げる前バルグループや野田グループとは対立することが多かった。 ここに挙げたグループのメンバー以外にも、小沢の影響下にある議員は多数存在し、特に第21回参議院議員通常選挙と第45回衆議院議員総選挙で、初当選した議員の多くは俗に、小沢チルドレンとマスリアで呼ばれた。鳩山政権下では、前バルグループや、野田グループ出身の松本武明や細野武、原口和弘、 横道グループの高島義光などの登用も目立った。特に、細野や高島は、幹事長室への陳情の集約を任されるなど、信任が厚かった。2011年、平成23年12月21日、小沢を支持する3つのグループが、勉強会、新しい政策研究会を発足させた。2011年12月、 小沢を支持する内山明ら9人の民主党所属の議員が、新党絆を成して、集団離党する。さらに2012年、平成24年7月、党の小沢が計48人の議員を率いて、民主党を集団離党して、新党、国民の生活が第一を結成した。新党結成後も一部の議員は、民主党内に残ったが、この時点で、 民主党内の小沢系グループは事実上消滅したとされる。その後、相次ぐ国政選挙で小沢系の議員が多数落選するなど小沢の求心力の衰えが指摘されている。2011年、平成23年に発足した21世紀国家ビジョン研究会小沢エ人ジングループと区別するため小沢一郎グループとも呼ばれる。各グループの概要。 所属議員の2016年現在の状況等を以下に記す。戦術の通り、領州の小沢の離島により、民主党のグループとして消滅しているため、いずれも民進党のグループとしては存在していない。自由党に所属、または自由党公認で立候補した経験がある、国会議員よりなるグループ、自由民主党羽田派、新政党、新進党との連続性から、 いわゆる保守本流、田中派の流れを組む。2004年、平成16年6月16日に、小沢を支持する1期から3期の衆議院議員を中心に結成された。関政権の時代には、代表幹事に、鈴木勝政、会長代行に、奥村天さんが就任し事務を取り仕切っていた。グループ名は自由党のスローガンであった、日本一心に由来する。 国会会期中は毎週木曜日に定例会を開催し、それ以外でも多くの勉強会を開催した。民主党の他のグループ同様、緩やかなつながりに過ぎず、議員によって小沢との距離に大きな差があるが、マスコミには他の小沢グループと一括して扱われることがあった。川端グループや鳩山グループに所属する議員も多かった。2004年。 平成16年9月と2006年、平成18年9月に、箱根で地方議員や各地の講演者を含めた全国研修会を開いた。第44回衆議院議員総選挙後、一審会は、党内最大派閥となり、小沢が幹事長に就任した。副幹事長を側近議員で固め、鳩山政権の政策決定においても影響力を聞かせるようになった。 しかし、小沢の献金問題などの不祥事で、内閣支持率が激減して内閣は、総辞職し、小沢も幹事長の離任を余儀なくされる。その後の代表選では小沢が事実上支援した、タルトコ新人が敗北し、代表選後の役員人事改造では、国会対策委員長にタルトコが起用された他はのき並み、小沢と距離を置く議員で固められ、一審会は、 反主流派に転落した。参加議員は月1万円の会費を徴収される。経営2名、当費または会費を納入した人の数は、平成17年分政治資金収支報告書には31人、平成18年分政治資金収支報告書には33人、平成19年分政治資金収支報告書には33人、 平成20年分政治資金収支報告書には33人、平成21年分政治資金収支報告書には46人、平成22年分政治資金収支報告書には45人と記載されている。2010年、平成22年11月25日に小沢を支持する当選一回の衆議院議員を中心に結成された。 すでに存在していた一審会クラブを改編した組織で一審会と同じく毎週木曜日に定例会を開いた。当費または会費を納入した人の数は平成22年分政治資金収支報告書には24人と記載されている。2010年平成22年11月11日に小沢を支持する参議院議員を中心に結成された。一審会。 国新会、木曜会の参加合同の勉強会として発足。複数の政党の議員が参加する超党派の形となった。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙と2013年7月の第23回参議院議員通常選挙で本土の所属議員が落選し、以降目立った活動は見られない。2011年、 平成23年12月21日の初会合には以下の106名が出席した。役員、所属議員の一覧などは当該項目を参照のこと以上に掲げたもののほか2010年9月民主党代表選挙における言動などから以下に掲げるものも小沢グループとされる場合がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。